WRBP ラップランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。ただいま渋谷区はなんか降ったり止んだり、一応iPhone には曇り時々晴れとか書いてあるけど、晴れの感じは全くないですね。今は曇ってんのかな。さっきちょっと降ってたり、気温は24度となっております。最高気温は26度と書いてあるけども、これから先26度にならないっぽいんで、24度で4時には23度みたいな、そういう感じなんですかね。ほんと最近 iPhone と天気 .jp 天気だったっけ、天気 .jp 全然なんか違うこと言うんでわけわかんないんですけど、一応 iPhone 的には1時から降水確率 70% で、3時に 60% となってるんで、これからまたちょっと降るのかな。でもなんかあんまりザーッと降るという感じよりもパラ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 降ってとかいう感じなんですかね。俺はもう基本 傘大嫌いなんで、このぐらいのパラパラぶりだと傘は差さないんでございますが、はい。でまた夕方ぐらいからまた雨みたいになっていますですね。んで、明日もずっとそんな感じでも、なんかその降水確率 50% 前後みたいなところをいろいろ行くような感じだと思うんで、まあ降ったりやんだりでしょうかね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日はスクールオブヒップホップと題しまして、いろいろヒップホップの歴史を紐解く感じでございますけれども、4月から毎週ゲストをねお招きしていて、本日は龍蔵が登場いたします。もうなんだろうな、それこそもうマグマ MC ズ、結成の話とか、当時の京都の、シーンの話、それからなんだろうな、モノホーン入ってとか、アルレテッド立ち上げてとか、まあ、そんな話をいろいろ聞けたらなというふうに思っております。ツイッターハッシュタグ WREP をつけて番組中ガンガンつぶやいてください。もちろん拾いますんでよろしくお願いします。ちょっと見てみましょう。カオリンこんにちは。昨日ほど緊迫してないですが、まだ雨が続いてます。そうかそうかそうか、カオリンは鳥取でしたっけね。ご近所さんが高齢者ばかりなので様子見に行ったり来たりしてます。あ、偉いでございます。本当気をつけてください。にっしゃん、ジブさん、リュウゾウさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。チョキくん、今日もよろしくお願いします。 R レーテッドファイヤーファイヤーファイヤー学ぶ、数々の思い出をくれたロックインジャパン、タイムラインに溢れてますね。あー、なんか中止になっちゃったみたいね。ジブラさんが参加した年 T シャツ買って大事に家にあります。ガリアキックやリップも見ました。波物語はどうなるでしょう。トミーさん大好きなので今年も行きたいところです。どうなんでしょうかね。愛知県常滑市、一応今んとこやらないみたいな話は来てないけれどな。他は MCY なんと龍蔵さん曲も聴きたいぜ。いろいろね、龍蔵が当時影響を受けた曲は選曲してくれてるんで、そちらもお楽しみに。ともひこ、ジブさんリスナーさん、セイハロー。もう iPhone の天気は信じません。いや、ほんとそうなんだよ。今日の木曜講座よろしくです。エンツバ、友人の子供の名前由来が龍蔵さんなのでより楽しみです。あらららららら。メイクドナドゥアプリイン式、本日もよろしくお願いします。ニコ、ジブさん、皆さんこんにちは。今日は龍蔵さんがゲスト、やばい。当時の話いろいろ聞けるの楽しみです。ニコは京都だからね。こちみ、今週はどんなお話が聞けるか楽しみ。610スクールオブヒップホップよろしくお願いします。ハイコパー、ジブさん、皆様ウェイヨー。木曜講座よろしくです。他にはオミカ、ジブさんウェイヨー。本日はイカのパスタを作りながら拝聴。出ました、飯テロ。ロシー、ジブさん、皆さんこんにちは。今日もしっかり聞きます。マーシー、ジブさんウェイヨー。今日もよろしくお願いします。カフは2006、ジブさん、皆さんこんにちは。本日奈良は25度、雨は止みましたがムシムシとしております。本日もグッドミュージックよろしくお願いいたします。他にはどうかな。ファンキープレジデント、スクローヴィップホップウェイヨー。龍蔵さん楽しみにしていました。常滑さんの話もちらっと出てきたら嬉しいな。拝聴させていただきます。他にはタック0824、シェンロン AK 龍、チャビン、アフロちゃん、テラ、それからカツイッサー、ナンバー85、スティルワーク、皆さん聞いてくれております。ということで早速本日のゲスト登場していただきましょう。本日のゲストは龍蔵 in the building。 What's up, 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 what
おはようございます。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。もう最近はね、もうあの、やり手バープロデューサーでございますから。いろいろやってますね。この時間はあんま起きてないでしょ、だから。いや、そうでもないの。あ、ほんと。子供が、もう。ああ、確かに確かに。パパパパ始まる。はいはいはい。上乗っかってきたりするね。はい、じゃあ大体普段はお店は何時ぐらいまで、お店顔出してるの？お店ははい、一回、そうですね。うん。10時ぐらいから出し、顔出して、はいはい、夜中までいて。うん。ちょっと寝て子供見てみたいな。あはははは。まあじゃあ、じゃあ2時3、3時ぐらいとかには戻ってる。そうです。そんな感じの。はい、まあいいペースじゃないですか、それは。はい、なんか、そうですね。だから1週間、うん、東京1週間大阪みたいな、交代交代で。はいはいはい。行ってます。うん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 。どうですか、まあやっぱりコロナはだいぶね。そうですね。ねえ、本当にね。本当はね、うん、コロナなくてオリンピックとかでドーンって感じだったんですけど。間違いないよね。はい、もうブラディアンクル、もう長蛇の列で。そうだった。その予定が。ね、なんか、うん、なかなか。マダムーンもみんながチップが稼げた時だったもんね。まあでも、うん、ね。世界中、皆さんそういう感じなんでね。うんうんうん、こっから、万博とか。うん、カジノがどうなるのかとか、まあ、そういうところで。まあ、盛り返してくれたらなというふうに思いますけどね。はい、今日はですね、まあ、毎回毎週木曜日は、皆さん、レジェンドの皆さんをお招きしてですね、いろいろと、当時のお話を聞いたりしてるんでございますが、はい、ちょっと龍蔵にもね、いろいろ、京都の話とかも、いろいろ聞きたいなと思いつつ、はい、まずは、はいはい、もう本当にもう超スタートのとこからみんな聞いてるんだけど、はい、ヒップホップにハマったきっかけ的なとこってどんな感じ？ま、俺、なんか三人兄弟のお兄ちゃんとお姉ちゃんも音楽好きで。はいはい、おいくつぐらいなんだっけ？兄貴が俺三つ上でね、はあ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 、ユニバーサルで働いてます。はい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 、はい。なんか音楽好きなんです。はあはあはあ、で、まあ横、壁も薄いからずっといろんな音楽流れてて、で、なんか、ニルバーナとか流れてたのが、うん、ある時からヒップホップが流れ始めて。ほう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 。で、まあ僕らの時代ってそのなんかヤンキーじゃないですか、うん、みんな、うんうん。で、なんかヤンキーやったんですけど、うん、こっちの方がかっこいいぞみたいな。ははははは。その兄貴でよくある、うん、兄弟あるあるみたいな。で、入院、まあそれでちょっと聞き始めてて、うんうんうん、で、なんか、バイクで事故って入院したんですよ。で、その時ぐらいからですかね。だから93年とか。あ、じゃあ入院して、はい、ちょっとまあ暇になって、そうですね。で、いろんな曲をちょっとディグってみようとしたっていうところからさ。そうですね。はい、なんだろうな。自分の周りの人たちで好きなやつはいたわけ？当時。いや、そんな本当。うん。いなかったです、ね。いなかったというかもう本当、もう情報もめちゃめちゃ薄かったじゃないですか。まあまあまあね。まあね。はい、うん。で、その、多分日本語ラップっていう、うん、まあスチャララさんとか、うんうんうん、ね、リトルバードの人はやったんですけど、うんうん、そういうの、また違う感じの、うんうんうん、まあ本当、ジムさんとか、まあ、雷の人とかに、うん。なかなかね、はい、ヤンキーだとね、あっちには引っかからない。そうなんですよ。で、それに触れ合ったのがなんか、ホットドッグの、うんうんうん、本当、ホットドッグっていう雑誌があったんですよね。はい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 、で、本当小さい記事で雷とかが載ってて、なんかかっこよくて、で、そっからその辺をディグり出したんですよね。そうか、そうか、そうか、そうか。いや、まあもうそれこそね、俺らもね、初めてキングギドラ京都呼んでいただいたのは、皆さんでございます。懐かしい。ねえ、はい、もう、あの時俺ね、あれ俺ね、多分ね、はい、一番衝撃だったんだよね。何かっていうと、はい、こんなに、なんだろう、東京以外のシーンで、はい、まあ大阪とかはいっぱい人もいるから、はい、あれだけど、うん、その京都の、その箱で、うん、もう、俺らの前マグマがライブやってて、うん、もうドッカンドッカンなっすじゃん、うん、すげえことになってるなと思って、ね、もうあれはねほんとなんかね嬉しかったというかね、なんかヒップホップがどんどん全国区になって、でしかもそのローカルの、うん、ほら元々ヒップホップってさ、うん、言うたら向こうのヒップホップも、うん、まあニューヨークで始まったけど、うん、まあ LA にも飛び火して、うん、でそっからまあマイアミだとかアトランタだとか、うん、どんどんそのいろんなエリアのヒップホップっていうのは盛り上がっていくって流れがあってたね。だからそういう意味ではそういうことがね、うわ京都でも起きてるわって感じて、うん、まあほんと興奮したんですけど、なんかね使命感を見てやってましたよね、人ら。そういうことかも、ね。しかもなんかやってるやつも少ないから、うん、こう、例えば、九州やったらガキレンジャーがいて、うん、大阪やったらね、うん、デスペラードとか、
ね、りゅうくんとか、おきくんとかがいて、みたいな。で、名古屋で常滑たちいて。名古屋、やってるやつみんな知ってたから、なんか。確かに、確かに。ではですね、そんな当時のね、はい、こう、聞いてた曲とか、はいはい、そんなのもちょいちょいかけながら、進めていこうと思うんですけれども、はいはい、まずは、まあ、ラップ、ヒップホップ興味持った時、はい、ハマった時に聞いてた曲ってやつを、一発行ってみようかなと、思うんですが、はい、曲振りお願いしてもよろしいですか？そうですね。はい、93年、うん、年末に現れた、うんうん、ウータンクラウンで、はい、クリーム。WREP Redline Sand Breaks お聴きいただいたのは本日のゲスト、リュウゾウの選曲で、ウータンクラウン、クリームでございました。いやね、今ちょうどね、柳竹も来てね、当時、そうやってこう、いろんなね、はい、まあ、いわゆるその東京以外でも、はい、いろんなエリアで、こう、ヒップホップシーンがどんどん盛り上がっていく中ね、はいはい、結構みんな繋がってたじゃないですか。はいはいはい。で、あれは一体どうやって繋が、SNS もないのに、うん、あの当時どうやって繋がったのっていう話だったんだけど、はいはいはい。まあやっぱとにかくみんないろんなとこ行ってたってことだね。そうです。だから本当、うん、ライブがあれば、うんうん、そこに見に行くんですよ。うんうんうん、見に行って、うん、まあラップ始めたやつはフリースタイルしてるじゃないですか。うん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 、とりあえずもう待ち時間ず、うん、なんかサークル組んでフリースタイルしてて、はいはいはい、挑まれまくってたでしょ。はい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 、はい。で、それでお前どこのやつなんみたいな。で、友達になっていって、で、まあ、そいつらの顔もあるから、俺ら次ゲストで誰々呼ぶねみたいな、見に来てや、みたいな。で、盛り上がっていた感じですね、友達になって。だからもう、なんだろうな、それこそ、だから例えば、宇治が初めて、ユーザーロックと会ったのは、何のライブだかをちょっと忘れたけど、なんか、オンエアイースト、はいはい、オーイースト、今の、オーイーストの、なんか、トイレだったらしいよ。だからね、もうそんなので、なんかこう、変ななんかコーンローのやつがいるなと、片っぽはなんかアフロのやついるな、みたいな。はいはいはい。そんなんで、だったらしいし、うん、もうなんか、まあでも本当そういう時代だよね。そうですね。うん、なんかこう、プレイヤーの絶対数が少なかったじゃないですか。確かに、やっぱり。そうそうそう。だからどっかでね、ね、うん、会っちゃうっていうか、うん、本当、トコナとかも、僕らのパーティーでいきなり、うん、オールナイト、曲や、リリースした後、すぐぐらいにやったら、一人メンバーがいなかったんですよ。で全然知らないやつが上がってるんですよ。でそれがトコナやって、ほんで、お前誰やねんって言ったら名古屋から来てるみたいな。なって、で、イルマリアッチも知ってたから。で、その日に多分俺んち泊まりに来てましたから。みんなフットワーク軽い。もうフットワーク軽い感じです。いやだからまあなんだろうな、俺らもだからさ、初めの頃さ、そうやってじゃあ他のエリアに呼んでくれるってなると、はい、まあ今でこそね、はいはい、もうまあ何度も行き慣れてたりするし、はいはい、あれだけどやっぱ初めて行く土地が多いわけじゃない、はいはいはい、そうするともう半分旅行だよね。そうですよ、ね、うん、だからまあそういう感覚もあって、はい、いろんなとこにこう行ってみたりして、はい、で遠泊してみたりとか、うん、だから京都っていう土地は得やったんですよね、うん、僕ら位置的にもね、みんな来たがるから、はい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 、呼んだら絶対来たがるじゃないですか。間違いない、間違いない。だから俺もだって呼ばれてもいないのにたまに来てたからね。だから本当そういう面では、うん、なんかみんな来てくれてよかったですよね。はい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 。まあそんな中、まあまあちょっとね、少し戻るんですけど、はい、ヒップホップハマって、はい、で曲いろいろ聞いたりなんだして、はい、でそっからこう自分もやってみようみたいな、はいはいはい、それはどんな感じだったの？なんか最初は、うん、僕映画なんですよ、うん、なんかポケットいっぱい涙とかジュースとか見てて、はいはい、で、はいはいはい、DJ やってみようってなって、はい、でまず買った機材から間違ってて、はい、ジェミニ買うてもらったんですよ。金なくて、はいはいはい、まあ、それが大間違いじゃないですか。大間違い、ね、大間違いで張り飛びまくるし、うん、まあそこで失敗して、うん、こんなんやってられるかみたいな、金もかかるし、でこれもまあモテたいもあるし、うんうん、何した方がええかなと思って、うん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 、あラップやった方がええんちゃうかな、なんか目立つんじゃないかと、はい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 、でラップやりましたね。おお、うん、まず何どんなところからこうため、その時やその時にはもうまだ一人でいろいろ考えてやってた。そうですよね。だから嘘英語みたいな、おーおー、訳翻訳したりとかしてて、だから本当、はい、ヒップホップの知識も僕、うん、要は、うん、大阪に仕事、うん、バイトしに、バイト、洋服屋に仕事しに行って、うん、そこでローダメージに遭うまでは、うん、もう要はもう手探りなんですよ。はいはいはい、はい。ほんまに分かってるやつが誰もいいから、もうあの田舎でひたすら、うん、ヒップホップやってる人がいなかったんで、うん、手探り。で、大阪行ってローダメージに遭って、うん、その、何がドープやとか、だんだんこう、うん、体でオーバーさされていくんですよ、ほんと。
え、それはどんな感じだったの？ローダメージ。ローダメージはもうひたすらパシリですよね、僕ら。僕は。で、出会いの流れは？出会いは、うん、まあ、最初、うん、オキ君って、ワールドシンガーズのオキ君と僕友達になって、はいはい、で、まあ、まあ、あの人もヤンキー上がりみたいな、ちょっと柄悪いじゃないですか。うん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 、で、ローダメージがあのやっとるから、ちょっとフリースタイルかもしれん、行こうけ、みたいなって。まあ、俺、大丈夫なのかな、これみたいな。で、いきなり上がっていてフリースタイルとかして、うんうん、で、お前ら超怖い、裏怖い、みたいなって、うん。あ、これ、しばかれるパティンのやつやな、と思って、行ったら、うん、なんかあの、曲出すから、うん、あの、お前ら、連絡するから住所を書け、言われて。住所書いて、そしたら、封筒にテープとスタジオの地図と日にちみたいなのを送られてきて、マジなんですよ。でそれでこれで8小節考えてこの日に来いって言われて、行ったら他のメンバーがみんないて、一発撮りでここにマイク置いて全員あの6人とかで撮ったんですよ。ああ、そうだった。だから初めて僕がオールナイト。オールナイト。だから僕、オキ君とシゲチオ以外誰も知らなかったんですよ。ほー、はあ、そうだったのか。ケンソウさんとオタも2回目、タンコスさんとオタも2回目で撮ってるんですよ。はあ、はあ、まあ、なんだ、俺もあの、いろんな話聞きたいから、ついなんか前後しがちなんだけど、はい、その時はもうだからマグマ MC ザやってました。やってたところ、はい。やり始めぐらいです。やり始めぐらいってことだよね。はい、まあ、何ですかね、ちょっとその、ちょっと前後して誠に聞いてる方、あの、聞き苦しくて申し訳ないんですけれども、これはま、ちょっと今日、あのね、毎回この番組ね、はい、喋りがおもろすぎて、もう曲かける暇なくなったりするのよ。はいはいはい、だからとりあえず曲いこうか言って。はい、はい、はい。じゃあこれはラップをね始めた頃に、はい、影響を受けたという感じの曲で一曲いってみたいと思うんですけども、はい、曲振りよろしくです。ノートリアス B.I.G. でジューシー。 WREP ラップライセンベイクスを聴いていただいたのは本日のゲスト龍蔵の選曲でノートリアス B.I.G. ジューシーでございました。はい、まあね、昔話をしながらもね、曲の裏ではね、はい、現在の話も盛り上がっておりますけれども。喋、はい、りまくってますけど。まあこれでね、ラップ、まあ、ビギーはどうだった当時、印象は。いや、まあ、まずウータン、うんうん、93年ウータンが出てきて、はいはい、で94年にナスビギーじゃないですか。はい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 、はい。ビギーに関しては、うん、この見た目でいけんの、うん、みたいな。ヒップホップ素敵すぎみたいなとこっすよね、まず。特にあの、初めの頃はだいぶ、すごい見た目の写真いっぱいあったからね。マジで言ってる、うん、ナスはわかるじゃないですか。はい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 、これマジで言ってるんですかみたいな。はい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 、そのなんかヒップホップの素敵さっていうか。うん、夢あり加減、ね。夢あり加減。あ、確かにな。でもあの、だからもう何ですかね。まあ、それこそこの曲の MV とかもさ、うん、もう夢しかないというかさ。うん、夢しかないですよね。ね、なんか、豪邸でプールあって、うん、でもあの豪邸も、今の MV と比べたらだいぶ普通のお家だよね。ね、そうなんですよ、ね。とりあえずプールあるだけみたいな。そう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 。とりあえず頑張れるとこまで頑張ってみたみたいな。そう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 。まあ、貸してくれなかったんでしょうね。まあ、そうだよね。つながりもなかったと思うしね。そんだけ金持ちのね。うん、ですけどね。まあ、だからそんな、これが、今のかかったのは94年でございますけれども、はい、まあ、このぐらいの時代、手探りを、で、ラップ始めて、はい、で、まあ、マグマ MC ズ結成、はい。これはどういう流れだ？ノブとはどこで？これはね、うん、ゴッシー、うん、DJ ゴッシーっていう人がいて、うんうん、その人が唯一、うん、ヒップホップ分かってる兄ちゃんみたいな洋服屋で働いてたんですけど、はい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 、でまあそこにローキンストア、はい、そうです、うん、そこによう行ってて、うん、でまあそのライムスターとかをね、うんうん、ゲストで京都で初めてやって、はいはいはい、でまあその京都にヒップホップなんかないのに呼び寄ったわけですよ、うん、ほんで、うん、遊びに行ったメンツが全員マグマスね、うんうん、っていうか、まあ、あの行って、うん、なんかライムスター見てやられ、みんなでやられ、まあ友達で行ったんですけど、うんうんうん、やられてしまって、これ俺らもグループでやろうって。で、ノブと作る、うん。何人かいたんですけど、うんうんうん、で作ったのがマグマス。あ、じゃあ初めもう少しメンバーもいた？メンバーいましたね。なんか DJ とかも二人いたりとか、まあメンバーとか取り巻きとかもいっぱいいたんで。要はなんかもう街で溜まってる、なんかこう暴走族やめて、チーマーみたいな真似事みたいな、ギャングの真似事みたいなのから始まって、で、
その辺の不良も、うんうん、やんちゃしてる奴らで、みんなで遊んでたんですよ。うんうん、なんとなくだから、こう、格好とかも、はい、まあ、ヒップホップ系になって。そうそうそう。なんか、ほんと、近いもの格好してる奴いたりとか、うんうん、みんなでこう、うんうん、そのカルチャーに。その空気を作ってたっ、ね、やられてたんですよね。はいはいはい。で、その中にほんまに音楽好きで日本語ラップまで好きやったメンバーで行って、うんうんうん、そこのメンバーでなんかやりだしたみたいな。一番初め冒頭でもね、俺話したんだけど、その初めてね、呼んでくれていた時に、もう、とにかくその、みんな客がマグマのサビを歌うっていうか、なんていうかパワー、俺すげーなーと思って、あそこまで行くのどのくらいかかった？いや、あれ何やったんですかね。だからもう本当、もうその頭とかいるじゃないですか、うん、どこどこの暴走族の頭とか、はい、どこの高校の頭とかまとめて、はい、つるんでたんですよ。だからもうなんか浸透が早いっていうか、はい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 、これやみたいな、はい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 、まあある意味こうなんていうかこう上から下に流すぞで、なんかやっぱりその安室ちゃんとか、うんうんうん、まあ、いろんな影響でこうヒップホップが来る、うん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 、東京ストリートニュースとか分からないですけど、はい、いろんなところでシーマーとかいろんなカルチャー含めてヒップホップとギャングみたいな感じのが来る瞬間やったんで、だからもう本当盛り上がったっていうか、ヤンキーがそっちに移動していったじゃないですか、みんな。はい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 。だからなんか変な盛り上がり見せてましたね。いやもう本当だから音源とかあるわけでないですから、ね、でしょ、あの時まだ音源なかったでしょ、ないっすね、だからひたすらライブしてましたね。でも本当なんかだからそういう意味で言ったら、うちらもギドラなんかもまあもともとそれこそ音源ない段階で、ライブとかやった時に、ダンサーのイベントとかさ、うん、メインストリートとか、うん、あんなん出てもうなんかこう勝手にサビ歌ってくれるようになるみたいな、ね、見回そうとか言ってくれるみたいな。だそのメインストリートのビデオを探して、うん、そのダンスとか全く興味ないのに、うんうん、キングギドラのとこだけ見たりしました、ね、ギドラとペイジャーしか出してくれなかったからあそこは本当、うん、だから要はナイトフライト聞きたすぎて、うん、無理やり有線引いて、うん、有線じゃないと聞けないんですよ、うん、で有線やったら東京 FM 聞けるからっていう情報をガキレンジャーからもらって聞いてましたから、うんうんうん、いやだからもうとにかくね、みんなだからなんていうのかな、今は本当だから SNS も裏山以外何者でもないよな、うん、これな、うん、ただなんか思うのはやっぱり当時そうだったからこその、うん、あの熱ね、情熱ね、そう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 、うん、でその結局その情熱持ってるやつらが今でも、うん、まあいろんなことやって、うん、こうなんかね、まあまあそれこそ龍造もお店やったりして、まあなんですかね、情熱持ってるやつが働いたりするわけじゃないですか。ね、そうですね、はい、この前人生狂わされたやつらですね、うん、この前もアーシャくださいって言ったら伊藤からアーシャくらって言いますよ、はい、もう伊藤もカズもいて、ね、だボーイとかもみんなラップやったりしてますね。あ、まあだからそういう意味でね、だからこうみんながこうその当時やっぱりこう熱を持ってた連中がまあ今でもいろいろなところにでこう裏に入ったりして、うん、そのまた若い子たちの熱を盛り上げようとしてるというか、今近いんちゃうんですか、え今あの時ぐらいの熱量に今のなんか近い気がする、若い子たちの感じね、うん、いやでもそれはあると思うよ、だから多分熱のあのあれが違ったっていうか、昔はほら情報がない中で探す、今は逆に情報いっぱいある中で選ぶ、ただまあやっぱ選ぶのもしっかり選んでいかなかったら全然いいとこ行けないし、まあ自分のね、あとはまああとは大変だと思うのはさ、クオリティ高いじゃん、高い、みんなあれ辛いぜマジで、本当に、いや本当すごい、もう本当ね、よくあの中で、あのもうなんていうか、うちでもなんかこう戦国時代ぐらいのつもりではいたけど、いやいやいや、もうこの前らね、スイラと喋ったんですけど、いや、いいなって、羨ましいな、今の時代って、いや、でも、俺らの時代やから、俺ら名前残せたかもしれないですっていうか、このヒップホップっていう歴史の中で、今無理、うますぎる、すごすぎる。いや、ほんとそれなんだよ、だからもうね、まあ、いろいろね、まあ、みんな、うちらも大変だったことはいっぱいあるけども、今もほんと大変なんだろうなって。ね、思いますけどね、うん、なんかねツイッターの方やっぱりね今日は非常にねいっぱいいろいろ来ていてですね、良平ファッション雑誌のすみこから情報を探してましたよとか ねあ、ノブがちょっと話違うよね言うてるよな、どこの辺の話だ、ちょっとツイートしてくんねねさっきのでも話してたんだけどね、多分ゴッシーが一番覚えてんじゃねえって話になってます。まあ確かにね、うん、そんなことも覚えてないですからね、うん、でもまあでも大体は打てると思う、うんうんうん、うん、
コアラのおっちゃん、トラックにノスタルジーを感じますと。まあ、あのね、まあ、ビギーとかね、ウータンとか、そういうとこでございますよね。それから、ニコ、リュウゾウさん、土岡氏は酔うとマグエンマ MC 図最高言うてはります。塩岡氏。え塩岡氏土岡氏誰だろう誰ですか。うん。この人、でも、京都の方ですよ。もうね、あの、うちのヘビーリスナー。土岡さん昔お世話になった人。土岡さんかなわかんない。はい。ああ、ちょっと、あの、ニコ、あの、もう少し、細かいことよろしく。はい、他には、ヒロ、選曲が青春時代のばっかりで胸いっぱいとかね。ファンキープレジデント、エピソードトークが一個一個濃すぎる。あ、あと、エガイツさんも聞いてる、エガイツヒロシ、めちゃくちゃいい話。エガルジーとかね。はい。あ、さっきのヒロがね、龍造さんはもう曲出さないんでしょうか、イコールさんも音楽活動引退したのですごく寂しいっすねえ、うん、なんかまああるんですけどね曲、うんうん、まあそう迷ってますはい。そんな感じでね、まあとにかくいろいろみんなもうあの反応がすごくいいんですけど、一回ここでコマーシャルを挟みまして、はい、コマーシャルの後もいろいろ昔の話聞けたらなと思うんで、皆さんそのままステイチューン。WREP Red Lunchtime Breaks Back Again ということで、本日は、リュウゾウが来てくれておりますけれども、まあもうとにかくね、あの熱い話いろいろしながらも、はい、さっきとりあえず、まあマグマ MC ズ結成の変な話まで行って、でそのちょっと前にオールナイトの話とか、はい、まあとにあの時やっぱり。なんだろう、関西だと、まあ、京都と大阪って感じだったのかな。そうですね。うん、まあ、神戸の人らもいたし。あ、はいはいはい。まあ、あれもね、タンコさんもともと神戸だもんね。そうですね、うんうん。滋賀県の頃はなんかまあ、うん、俺ら後かな、レゲエの人らはいたんですけど。関西レゲエ強かったもんね。関西レゲエ強かったんです ね、そもそもね。クラッシュとか、ロックデザイアとかね、うん、レッドプリンスとかね、うんうんうん。はい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 。だからまあそういう流れから、まあ本当に、ローダメージを中心とした、まあ、ヒップホップの、こう、波みたいなのが、はい、まあ、そ関西の波としてバーって出てってっていう。で、うちらもだからその当時証言で呼んでもらってとか、そんな話もこの前、タンコさん、これ電話で出てくれて、はいはいはい、でその話もいろいろしたんだけども。はい、マグマ MC ズ、実際その後、東京に出てきて、はいはい、モノホンでっていう流れになったじゃない。あの辺はどうだったの？まあまあまあ、いろいろあって、うん、その、まあ僕らも、わけ分かってなかったんで、やっぱりその音楽ビジネスっていうもんを。はい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 。うん、だからうまいこと言ってなかったっすよね、正直。で、うん。音源の出し方とかもやっぱり、うん、そのダットとかじゃないですか。うんうんうん、ちょっと作るときね。ダット言うても、まあ、みんなわからないからね、今の子供たち、うん。デジタルオーディオテープでございます。うん、で、まあヒップホップのその、うん、要は音的部分も全然甘かったと思うし。なんかその辺をじゃあちょっとしっかりやろうかなっていうタイミングがあったのか、はい、そうですね。で、なんか、まあいろんなことが嫌になって、俺。うん、で、京都戻って、うん、もう洋服屋やって、うん、ヒップホップ好きなんで、ニューヨーク行ったり来たりでええわ、うんうんうん、って思ってたところに、うん、みんな溜まってきよったんですよ。あの、うん、あの、アナーキーとかが。そうだ、俺もだからもうさっきからもう、俺ね、ダメだな。今日ちょっとあの、ね、話が面白くて、先にすぐ話が進んでってしまう。曲をかけなきゃいけないのを思い出しました。はい、マグマ MC ズ結成時期でございますですね。はい、この時期、まあ、結成が何年 ?94 か。4か5か、そんなもん。はい。うんうん。で、この時期に、ちょっとこう、影響を受けた的な曲で、はい、スミフン・ウェッスン、ピックアップされてるんですけど、はい、どうだったですか、当時の印象。まあ、2MC ですからね。ああ、まあそうだね。はいはいはい。2MC は、うん、としては、むちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だから、うん、もうほんと迷ったんですよ。まあ、うん、MOP もすごい聴いてたし、うん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 、2MC の、うん、まあ、グループ好きやったんで、ね。はい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 、はい。まあでも、ブートキャンプ、まあ、グループ、ウータンとかやっぱりブートキャンプとかそのくくりで結構僕好きやったんで。そうですね。影響されたっすね。洋服とか。なんかもうファッションアイコンでもあったじゃないですか。はい、ブートキャンプとか。はい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 。うん、なんだろうね。基本ああいうこう、ちょっと軍物系と、うん、で、そこになんかちょっとこう、なんだ、アイスホッケーのジャージ着たりとか、そんなんとかね。うんで、こう帽子かぶっ、鳥一帽みたいなかぶってね。で、メソッドマンとかもね、ほんと、エーサップロッキーぐらいファッションアイコンやったじゃないですか、はい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 。うん、まあじゃあそんな感じなんで曲一曲いってみましょう。はい、曲フリーお願いします。
スミス&ウェストンでバックダウン。WREP ベッドラインシャンピック、さっきいただいたのは本日のゲスト、リュウゾウのセレクションで、スミフンウェッスンバックタウンでございました。渋いっすね。渋いね。あのね、なんかこう、二人の、なんていうかな、ニュアンスがもうハマりまくってるというかさ、なんていうのかな、いろんなラッパー、まあいると思うんですよ。で、2MC でも、こう、まあ、似てるのと、似てないのといて、うん、でもこの人たち、似てはいるんだけども、声質も違うし、うん、で、雰囲気は、ま、また違うじゃない？また、ね、なんか、だからそういう意味でね、かっこいいな。なんかレゲエの影響も受けてて。そうなのよ。渋すぎますよ、ね。そうなのよ。俺もだから当時はだいぶ、もともと俺ほら、ケアレスワン大好きで、あれしてたから、はい、まあ、レゲエの影響もちろん受けて、ね、まあ、うちの周りにも、アイアンドアイプロダクションなんかいたもんだから、まあ、とにかくこの辺を一番俺も当時は追っかけてたかな。うん、なんかナーズが、うん、初めて日本でなんかライブちったかなんかでやった時に、俺らアーバリアンジムでやったんだけど、大阪も来てましたよね。そうそうそう。で、あの時も、だから、ユージをわざわざ、一番頭に出させて、で、なんかこう、ちゃんとみたいな、なんか言わせて、なんとかかんとかってやらせて、そっから俺ら出てくるみたいな、だからまあ、まさにこの辺の影響ですけどね。もうほんとね。まあ、そんなこんなで、まあ、さっきね、その話で、まあ、こういうのにまあ影響を受けながら 2MC の形をまあ模索したと思うんだけども、東京に、そのモノホンでっていう話は、もともと、もう京都にいた時から、そういう話だった。いや、ほんと、うん、リノさんとかよく、うんうん、おばあちゃんもリノさん京都やったんで、ゲストとかは、うんうん、みんな呼んでて、うん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 、じゃあある日、うん、リノさんが、うん、ちょっと料亭、うん、予約取ってくんねえかなって言われて、おっとおっと思って、うんうん、何かあるのかなと思って行ったら、うんうん、となんかめっちゃ可愛いお姉ちゃんがポンって座ってて、うんうん、ちょっとでかい波来たからさ、うん、乗らねえって言われて、うんうん、それがモノホンやったんですよ。いやでも当時は本当料亭も取っていただきましたよ、僕も。料亭プレートやってました、ね、やってましたよ、本当ありがとうございます。いやだからそうか、その流れでそういう話になってったわけね。そうなんです。それでじゃあまあそれじゃあ東京行くべという感じで行って、はい、あれが何年だったっけ、2000、何年なんですか、2001年とか、そんなもん、2年とか3年とか、そんなもんだよね。アルバムあれ出したり、リリースしたのが2003年ぐらいだっけ、はい、そんなもんだよね、はい、確かね。で、あれまだ出した頃はこっちにいたんだっけ。いや、行ったり来たりする。行ったり来たり。はい。で、なんとなくこう、もう京都戻るべってなったのはいつ頃だったの。え、さっきそのぐらい5とか6、え、5とか6とか、その辺ぐらい、うん、で、まあじゃあ、ちょっと京都にもう一度戻ってっていう風になってたら、 そこにアナーキーたちが、そうなんですよね、たまり出して、で、なんかもう、俺結構もう、ほんといろんな嫌なことがありすぎて、うん、もうやりたくなかったんですよ、結構。でも、あかんやろ、うん、やりましょう、みたいになって、うん、もう一回やったんですよね。で、その頃に、うん、ワンパーの、うん、今ワンパーの社長のアキラとかも、京都来てくれてたんで、で、なんか、うん、まあ、要は、ねえ、ちょっとやんちゃなことして、うん、こう、意味わからんことになってんのを全部あいつが導いてくれたっていうか、うん、RAT に関しては。ほんま要はパソコンもなんもないし、なんもないやつだじゃないですか。うんうんうん、ねえ、そこにやつが、うん、頭めちゃめちゃ女がいきなり現れて、パソコンから何から何まで全部、レーベル出すとこまで整えてくれたから、まあ、うん、スタートできたっていうか、まあ、あいつが、RAT ってのに関しては、うん、みんな溜まり出す前に、うん、アキラと俺が出会って、うん、最初にアナーキーのデモを聞かした時に、うんうん、これはやばいから、うん、レーベル作った方がいいっていう話になったんですよ。そういうことだったんだ、はい。これはちょっとやばすぎるやろってなって。アナーキーのデモはあいつ自分で作ってたの、はい、本当デモ CD みたいなんで、うん、1000枚しか売ってなかったんちゃうかな。で、それをなんかヤフオクかなんかで見たら、うん、1万5000円ぐらいになってて、はあ、お前これないのって言ったら、うん、家にまだめっちゃありますわみたいなって、うん、持ってこいって売るぞって売って、うん、でそのお金でファーストのシングル作ったんですよね。はあ、今ってそれってどうなってんの、その元のやつ。ブラックジャックっていう、うん、いやある、まだ何枚かどっかにあるんじゃないですかね。ちゃんとしたリリースとしては今までされてないんだ。されてないと思います。流通してない。それはまあ、じゃあだからあれだな。
アナーキーの何周年みたいなタイミングのボーナストラックとかで入ったらみんなもうだいぶぶち上がるんじゃない、うん、で本当16歳とか7歳のアナーキーじゃないですかね。あいつらがたまに出したりきっかけは何だったの？いやでその、うん、まあその時から多分アキラが気に入ってコンタクトを取るようになって、うん、で僕は店やったんですよ。店やってそこにまあ、うん溜まり出して、うんうんうん、で、裏に、うんうん、裏がすごいバックヤードが空いてたんで、うん、スタジオ作ったんですよ、ね。そうか。そっからですよね。いや、まあだからね、もう、俺も当時、なんだろうな、まあもう、とにかくアナーキーの、もう、龍造くん、龍造くんっていう、あのね、もう本当に世話になってますっていう感じの感じが、やっぱそういうとこから全部来てんだろうなと思うんだけど、初めて、その、やつらだからまあデモテープに反応して気になったん。それともいやいやいやもう本当、うん、中学2年生ぐらいの時からしてるんですよ。中学2年生の時に多分僕らがマグマでやってたパーティーに、うん、あいつが断捨離来て、うん、入れないですって言われて、うん、ええよって言って、うん、入れたぐらいからまあ、もうあいつはもうその、うん、もう京都で知らんもういいぐらいの不良やったんで、うん、で少年院入ってて、うんで出てきて多分音楽どう、うん、やりたいねんけどみたいな、うんうんうん、まあいろんなしがらみもあったんですよ、うんうんうん、まあ本当痛みの作文に、はい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 、ほんま最初は書いてたんですけど、うんうん、載せられなくて激痛すぎて激痛の作文になるって仲良くなってその、まあ、いろんなことがあって、うん、その音楽やりたいやっぱりもう一回やりたいで、うんうん、多分まあそういういろんな東京とか出てやったんが僕しかヒップホップでいなかったんですよね周りで一緒にやろうみたいなでラボンドもいてそうかいやまあそっから先はねもう破竹の勢いっていうかもう一気にスターダム駆け上がったというかね感じだと思うんだけども自分的にさその辺のさ、はいいやーやっぱり俺先見の目あるなーってのは どうなの？いやいやもう俺は本当アーティストに恵まれたんと、うんうん、アキラが、うん、本当天才やったんと、うんうん、俺がよう喋るぐらいの感じだった、うん、そのチームが良かったんじゃないですかまあでも言うたらそれどっかで聞いたことあるなと思ったんだけど、うん、よう喋るブルックリンヤスってのがね、はい、そうそう本当それの感師匠ですよ京都版でございますか、はい、はいはいはいいやでもね、俺それ以降もね、まあちょっと断るごとにちょっとこうなんか二人で飯食って、はい、なんか今こんなだとか悪だくみこうして、はい、あしてこうしてとか、はい、いろんな話も聞いてたけどとにかくまあ龍造はずっとその悪だくみの方悪だくみ好きですね悪だくみねこれまあまあそっから先のねまあ 1% の話とか、はい、その辺に関してはまあ今度じゃあアナーキーが来てくれた時にいろいろ聞こうかなとも思うし、はいうん、まあまた今あいつも新しい流れ ね、はい、始まってるしっていうのはあると思うんだけども実際どうですか今もうこのお店やって、はい、これはどの辺がきっかけだったんだっけいやなんかもうまた疲れてきて、うんうん、その要はまあアナーキーやってて、うんうん、やっぱりいろいろあいつも有名になってきて、うんうんうん、まあ本来後輩やったじゃないですか、うんうん。でもやっぱり、アナーキーメインでレーベルやってて、うん、アナーキーの機嫌でみんなのアルバム作らさなあかんとか、うんまあ、そういうなんとか、売れるために、うん、これを売るためにみたいなしんどくなってきて、俺ちょっと。うんうん、で、なんか、その時にロストフェイスで一緒に僕、うん、全部僕のトラックやってて、レコーディングもやつがやったんですよ。うんうんうん、で、うんうん、なんか、結婚、うん、僕のツアーで嫁見つけて、結婚するってなって、うん、で、もともとカズとかと、レコヤやっとったじゃないですか。はいはい、カズがパクられるまで。はいはいはい、で、レコヤやっとって、うん、で、そのレコードがもう家に、あって通販で売ってるんやけど、うん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 、もう嫁も来るから、うん、バーやりませんって、そんな毎日飲み歩いてんねんバーやって、レコードバーやりましょうよってやったら、うんなんか知らんけどバズり狂ってもうたんですよ。で、そこからっすね、全部なんかいろんなことが始まったっていう。まあ、とりあえずやってみるべと言ってやってみたらっていう感じか。はい、そうなんですよ。でも本当なんだろう、海外のね、お客さんがすげえいっぱい来てっていう、はい、流れは何だったんだろう。あれはね、なんか最初、うん、ヨシロットンっていうアーティスト、うん、まあ今すごいもうエルメスとかやったりはすごくやってるんですけど、うん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 、が、なんかビジョンで、それこそ、なんかもうグラフィックアーティストなんですけど、うん、クラブ、パーティーの飾りみたいなのやったんですよ。うん、でそれがやばすぎて、うん、内装できひんのって言ってやってもらったんですよね。うん、それがすごいかっこよかった。
って、うん、なんかそれで、まあ、うち嫁が、うん、なんかスタイリストなんですけど、うんうんうん、ファッションの人らが、まあ、嫁のあれで来た時に、うん、そのやばいってなって、うん、いろいろ撮影場所に使われて、うん、でサンローランのビジュアルになったんです、世界ビジュアルで、うん、それでちょっとなんか海外で有名になって、で、うん、なんかロッキーとかが遊びに来てくれて、うん、で、うん、なんか変な観光地みたいなとこですよ、ね。うん。いや、ほんとそうだよ、ね。好きじゃないですか、外人は。いや、間違いない、間違いない。外人は好きなんですよ。いや、ただもう、例えばそれもさ、やっぱりね、どんどんこう、店が、できるごとに、はい、なんかこう、クオリティ上がってってっていうか、うん、もういろいろ試してて。なん俺だってあそこの、まあ、ブラディアングルはね、はい、それこそ本当にそういう、レコードバーというか、うんうん、そういう感じだし、うん、まあ、あれはあれで多分、まあ、それがスタートだったんだろうと思うけれども、うん、あちらの方、マダムーのもう一個、はい、あと、フロアの、ごめんなさい。三月で。三月、はい、三月とかはもう、大人の店って感じ。そうだ、結局、僕が遊びに行った時に、うんうん、おっさんになってるじゃないですか。はいはいはい。で、二十歳、23とかの女の子に酒おごり倒しててナンパしてたらやばいじゃないですか。うんうんうん、気づいたんですよ。あ、やばいな俺と思って。うんうんうん、で、まあ、こうね、若いラッパーとかもおっさんいたら遊びに行くやろうし、うんうんうん、自分がゆっくり、うん、ある程度お金も使って遊べる場所を作ってます。うん、そういうことか。それですね。ね、ただもうまあ、それこそさ、まあ、マダムウーはさ、はっきり言ってさ、もう、まあ、発明っちゃ発明だし、まあ、例えばアメリカとかだとさ、うん、そういわゆるストリップのバーが、うん、もうほんとクラブみたいなシチュエーションっていうか、うんうん、もうヒップホップかかりまくって DJ が入って、うん、で、っていう、なんかこう、ものすごく、それまでの日本のある、いわゆるストリップ小屋的な、うんうん、そこと比べたら全然違うカルチャーでさ、はい、で、なんていうか、ヒップホップのシーンの中でも、こう、うん、なんか一角をなす存在として、はい、ストリップバーっていうのがこうあるわけじゃん。はいはい、それはどうしてそうしようと。いや、アメリカ行って、うん、クラブ入れないじゃないですか。うんうんうん、ね、うんうんうん。本当、入れへんし、うんうん、行くとこ、うん、フットのやつだとね、ブラザーと行ったらもう、うん、絶対に、うん、ね、ジェントルマンズクラブじゃないですか。はい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 、で、まあ、結婚式で俺ハワイ行って、うん、7日間いたんですけど、7日間ジェントルマンズクラブ行ったんですよ。要は普通のクラブより音もええし、うん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 、で、ずっといた時にエンタウンのやつら来てて、うんうんうん、横剣っていうエンタウンのもうめちゃくちゃおしゃれな子が、うんうん、これ日本でやってもいけるんじゃないですかってここで言って、うん、いけるなと思ってその時こんなおしゃれなやつも言ってんやったらいけるわと思って、うん、でなんか法律とかいろいろ調べて行政書士の先生と喋って、うんうん、あ、これいけるクラブ、うん、もっと音楽的にしたらいけるってなってやったんですけど、まあ、最初は、うん、日本でそんなもんなかったから、わけわからん、俺とカズの、うん、でも本当、やるって決まった瞬間にカズに出ましたんですよ。うんうんうん、カズお前何してんねんって言ったら、うんうん、いやーもう全然あれから、パクられてからね、うん、ダメで銀座の長靴屋で働いてますよ。よし、おい、ジェントルマンズクラブやんのやめろ、言ったら、速攻やめたんですよ。間違いないの、はい。速攻やめて、キャデラック買いよったんですよ。うん、アホでしょ。さすがだな。で、ヒップホップすぎて、それが。ああ。そっからですね。いや、だからもうね、何言ってね、もう、天職ですよ。あの人転職ですよ。あの人転職。うん。でね、まさかのね、伊藤も実は転職かなと。伊藤は、でね、最初、大丈夫ですか、はい、なんか最初こう、頭いい、そう、水商売の人を雇ったんですけど、うんうん、全然合わへんくて、うんうん、で、辞めてもらって、うん、で、俺とカズってアホ二人しかいなくなったんですよ、うんうん、上が、うん。で、これ頭良くて、うん、ヒップホップ好きで、うん、暇しとって変態、うん、どこにおんねん、うん、おったわ、お前。あ、おる、おったわ、ここにおんねん。おるやん、思って。いやー、あいつがね、なんかね、今までの中で一番水を得た魚みたいな。もう本当ね、総合ヒップホップビジネスなんですよ。本当。もう選曲とかもうるさい、うん、うるさい。はい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 。この間、大阪である DJ が69かけた瞬間、うんうん、僕とカズと伊藤3人ともやめろって言いに行ってました、ね。いやもうほんとね、だからまあ楽しそうに今もやって、大阪にもねお店ができて広がってって、はい、まあコロナで大変だろうと思いますけどね、ちょっと今後もまた新しい話題をいっぱい作ってもらえたらなというふうに思ってますよ。はい、ということで今日はですね、リュウゾウを迎えていろいろお話をさせていただいたんですが、はい、まあちょっとさっきツイッターでも来てたけど、まあやっぱり作品もね聞きたいなって思うよ。いやね、うん、やりたいんですけどね、時間がね、なんかやっぱりね、でもちょろちょろやってます、うん、
なんかやっぱり響く曲を作れる方だと思ってますし、ありがとうございます。大好きな曲いっぱいありますんでね、ちょっと今後もその辺は楽しみにしてるんで、はい、まあそんなのができた暁には、はい、あの月曜日と火曜日今あのリリースゲストを受け付けてますんで、全然。あとあの、お店もさ、なんかまた新しい、こう、なんかこんなのやってんだよね、とか始めたんだよね。本当、大阪の方は、マダム結構大きくて、ライブとかもできるんですよ。で、今週、ちょうどモニペッツジャンクマン、ゲストで来てくれたりとか、やります。あと、ラップスター誕生が、今年中に、あの、次はされる。次のシーズンやると思うんで、またいろいろ、企んでるんで、楽しみにお待ちください。まあ、ちょっといろいろなんか時間あったら告知しに来ていただけたらと思っております。はい。まあ今日はもうさっきからね、かける曲がね、話、先の話にしてからまた前の曲みたいになっちゃってて、誠に申し訳ないんですけど、もう一曲、曲を、選曲していただいてて、これはまあ、モノホン時代ぐらいの頃かな。あ、じゃねえ、R レーテッド。そうですね。だから、本当、これも迷ったんですけど、まあ、ロカベラとか G ユニットとか、ね、ディプセットとか、その、クルー時代じゃないですか。いわゆるニューヨークのクルーがバーンなってる時代。あれにやっぱり憧れて R レーテッドやったっていうのもあるんで。まあそうですね、今でもぶち上がりすんのは、これかな、ということで、じゃあ曲振りよろしくお願いします。ザ・ディプロマツでディープセットアンセム。WMEP レプランシャンベイクスを聴きいただいたのは本日のゲスト龍造の選曲でディプロマスディプセットアンセムでございました。はい、さっきね、マダムウーで、69かけて やめさせたっていうのはね、はい、あくまでテカシの方でございますね。テカシですよ、はいはい、AK ではございませんよってことでね、はい、そんな感じで、はい、もうとにかくさっきレップの方のね、オフィシャルアカウントの方でもツイートしてるんですけども、テカシと R ケリーは禁止です。マダムウーも東京大阪両方ありますし、三月とあとこれ洋服屋さんもやってんの、はい、そうなんです、はい、これはドミサイルドミサイルっていうね、洋服屋やってるんですけど、はい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 、はい、またそっちもね本当は、コロナがなかったらいろいろ仕掛けてたんですけど、まあこうご期待っていう感じです。これは今どちらにあるんですか？原宿ですね。ちょっとシュープリームの裏みたいな。原宿のローソン、おもちさんのローソン左曲がってもらった。オリジナル全部？いや全然違う。ね、本当もうローアイーストサイドのマニアックなもんばっかり置いてます。セレクトショップ屋さん。自分のところのやつも作ったりする？あ、ドミサイルの服は作っても、昨日ちょうどメイドイン PYO とか来てくれたりとか。ロッキーがすげえ来てるんですよ。まあそうで、多分裏にちょっとロッキーがなんかアーグっていうクリエイティブチームやってるんですけど、それのギャラリー作ってて、はい、それがまあコロナ終わったらこけら落としとかいろいろやろうかなと思ったりしてます。はい、じゃあまあそんな感じなんで、いろいろ皆さんもね、基本はインスタグラムとかですかね。そうですね、その辺をチェックしてもらえたら、はい、インスタホームページをチェックしてもらえたら、はい、よろしくお願いいたします。ということで、龍造今日はありがとうございました。はい、また遊びに来てください。よろしくお願いします。はいよ。ありがとうございます。ということで、ここで一部終了なんで、今日のレップのラインナップを紹介させてください。この後、ラジタイムブレイクス、毎週木曜日の2部は DJ ケンボーンの1&2。こちらレップスタジオから生放送、生 DJ でございます。2時からプレイリスト、そして6時からはレップ6。今日の6レップは AYA ちゃんの番、生放送。今日のトークテーマはですね、自宅で再現したいあの店の味です。例えば吉野家の牛丼。うん。ケンタッキーのフライドチキン。これは絶対、難しいだろう。スタバのフラペチーノ、あの店のあの機械が家に欲しいとかね、あの店の調味料だけ欲しいなと、何ですかね。まあいろいろ俺も今まで試してみたりはしてましたけれども、よくやってみるのは、なんだっけな、ドレッシングを作ってみるっていうのは結構やってみるな。はい、そんな感じでございますけど、ハッシュタグカタカナで6レポをつけてつぶやいてください。そして8時からソリッドスカイエンターテインメントアンチェイドレディオショーでございます。今日も生放送。今夜は久しぶりにイーライワン、フランク・ローガン、ビリー・ローランの3人で進行。イーライワンの新曲についてのね、お話なんかもそこで聞けると思うので、ぜひチェックしてください。
あとフランクがビリーをフューチャリングして作った、マジタイプな方についても語ってくれるということで、今日は新曲祭りでございます。9時からは渡辺翔の DJ's プレイリスト。今日は、ゲストで柳竹が登場、生放送レップ上半期ベストをやります。そして10時からはティーストンと DJ 発電によるフォースコースト、こちら収録ですね。フレッシュな才能が次々に登場している四国の注目アーティストやエリア情報をお届けということで、今日もよろしくお願いします。そして来週のこの時間、ランチタイムブレイクススクールオブヒップホップ、来週はですね、初のダンサー登場ということで、ボビーくんが登場いたします。もう何ですかね、まあ最近でも俺もいろいろとお仕事を、今まあ LDH にもいらっしゃったりするんで、去年一昨年かなは、去年かな、ダンサーライブの方で、JSB アンダーグラウンドと一緒に俺もライブさせてもらって、まあそんなこともしたりとか、ちょいちょい話したりしてるんですけども、まあとにかく当時のね、それこそダダよりも前の時代からの話のダンサーのこととか、いろいろ話せたらなというふうに思っております。お楽しみに。そしてあとはゲスト的には、来週の月曜日、火曜日に、エリちゃん、シンガーのエリちゃんが登場いたします。そちらの方もお楽しみに。ということで、あと明日ミュージックバトルチャンピオンシップシーズン4、明日はですね、マミー D vs バイケン、内容的には、ムービーバトルでございます。いろんなね、まあ、有名な、映画のワンシーン、この映画のこのシーンに合う曲はとか、そんな感じで、7曲戦っていただきますので、そちらもよろしく。明日お昼12時から2時間生放送です。はい、ということでここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後は DJ ケンボ on the one and two。 皆さんそのままステイチューン。